こんにちは。施設研究所ネオテックラボの動画にようこそ。今回はキネクトで得られる震度情報を音に変換する知覚変換デバイス、サイバーアイを紹介いたします。サイバーアイは、デプスカメラ映像をスキャンしながら、各画素の震度情報をもとに、500mm から 3000mm までの距離を値に応じて、55Hz から 7040Hz までの85個の音階に変換します。音の変換には、ダイレクトデジタルシンセサイザーを使います。音階が聞き取れれば物体までの距離がわかります。サイバーアイを使えば、視覚障害を克服して、危険なプラットフォームの端部を音で知覚することができます。段差があると音の高さが急に変わるのでわかります。試作品では、スキャンラインを5本同時に使っているので、斜めの状態なのか、まっすぐ正面にあるのか姿勢もわかります。サイバーアイは、防犯にも使えます。GPS 位置情報を、犯人の映像につけて、すぐに警察に通報することも可能ですね。ナレーションは Google 翻訳のテキスト2スピーチ、API の日本語女性アナウンサーが担当いたしました。最後までご覧いただきありがとうございました。